緑色に、あ、なんか音変わった。さあさあ藤友さん、雨ですよ、雨ですよ、千葉県にある袖ヶ浦フォレストレースウェイサーキットにやってきております。何に乗るか、 LBX の森蔵 RR 2024年の東京オートサロンで、はい、コンセプトが展示されてて問い合わせが多かったというあのモデルですね。え、 LBX にっていうやつですよね。そうで、はい、私たちが前試乗した LBX は、はい、あのハイブリッドだったんだよね。 1.5 リッター3気筒のハイブリッドで、今回このモデルは、うん、1.6 リッターのインタークーラーターボに、はいはい、直三ターボ、そう、8速の DAT、つまり 8AT ですね。そう、はい、と、はい、とそうですよ、なんと僕は8速の AT だけだと思ってたのに思ってたのにマニュアルもあるんですよ。そう、今までさ、レクサス車ってマニュアルあったっけ。ないんですよ、多分、ね、なかったよね。多分 LFM もね、あの2ペダルでしたし、ね、レクサス初のマニュアルってことだと思うんですよね。やだ、ワクワクしちゃう。 やだ、例えばレクサスのハイパフォーマンスでね、はい、あの F じゃないですか、今までって。そうですよね。でも今回は、うん、ハイパフォーマンスモデルなんですけど、名前は森蔵 RR、 まあ森蔵ことね、豊田章男会長の、うん、レースで出てる時のお名前から頂戴した名前っていうことだったんですけど、うん、RR はルーキーレーシングですね。あ、その RR なんだ。そう、いや、何の RR だろうと思ってたんだよね。あの後輪駆動なわけじゃないんですけどね、はい、はい、あ、じゃあ出ていいのかな、出ていいのかな、じゃあ出ていいということで行っちゃいますか。これから大雨がやってくるというお話なんで、じゃあとっとと出ましょう、とっとと出ましょう、はい、ちなみに駆動方式は4駆です。しかも、はい、どうぞ。この車専用にやったんだってね。そう言ってましたね。フルタイム4駆って言ったっけ。はい、今とりあえずノーマルで行きたいと思います。あの先日同じ場所であの GR ヤリス、うん、進化型乗ったと思うんですけども、うん、まあ、基本的にあれのパワートレーンを踏襲しているということですね。そうですね、はい、ただセッティングチューニングは違うと。なんか、まあ、とりあえずまず1周目完熟走行なんだけど、完熟してみましょう。完熟、もうなんかね、動き出した感じで、うん、ハンドルを切り出した感じから、はい、違うね、もう。いやー、これはあの相当ムキムキ系の車ですね、これは。で、足元にはね、これ19インチのタイヤが、うん、はい、コンチネンタルのスポーツコンタクト成分が今日は履かされているんですけれども。なるほど。でもなんかね、やっぱこの、まあ、コンチネンタルならではのしなやかさはあるんだけど、うん、この何、ハンドルを切り込んだ時のさ、うん、このさ、密度の高さ、接地性、なんかちょっとこれが手応えとして伝わってくるね、うん。しかもさ、これ私ハンドル今握って手を添えて持ったんだけど、はい、ものすごいこれ脇の締まるステアリングだね。脇の締まるステアリング、そう、なんかなんだろう、キュッとこう、なんだろう、親指の方がこうグッとこう入ってるような感じで、おうおうおう、なんだろう、ちゃんとこう添えた手の力を逃がさないっていうかさ。なるほど。こうわずかな操作も逃さないみたいな、なんかそんな感じがするね。いや、しかしさ、ちょっと柿崎さん、ちょっと今さ、タイトなね、はい、ヘアピンを走ったわけなんですけど、はい、なんかいいね。まずはノーマルモードで走りましょう。ノーマルモードだけどさ、こんなにブレーキ踏んでスーッと荷重が前に乗って切り込んでいく、この一連の動きがものすごい丁寧だね。ちょっと動いてスラロームしてみる。言わないでね。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。あ、はい、すごいリアのこのついてくる感じすごいね、これ。気持ちいい。わかる、助手席でわかるの。すごい気持ちいいですよ、今の感じ。気持ちいいよね。鈍重な感じもないね、これね。ないんだけど、なんかすごい味わい深い、うん、この切り込んでった時にーってこのなんかね、設置、タイヤをちゃんとグリップさせながら行く感じ、うんうんうん、決してこう切り込んだからってスッとなんか姿勢を変えていくような、はい、レスポンスというよりは、うん、車の動きを感じ取って、うん、運転操作とこう対話しながら操作していく感じっていうのは、これ、あれ、藤友も好きなタイプの乗り味じゃないですか、これ。いや、めちゃくちゃいいよね。しかもさ、これドラポジがなんかやっぱちょっと違うなと思ったら、そう、10ミリ下がってるって言ってましたね。そうなんだよ、 LBX よりも。これシートとかさ、うん、下げるって結構ね、大変
ったよね。あの GR ヤリスもね進化してあのヒップポイント下げてますから、うん、まあ、やっぱそういうところもあるんでしょうね当然ね。そうだよね。でもこのブレーキをふすっとかけて、いやーいいね。でこの切り込んでった時にちゃんとね、うん、ついてくるのよ車の動きが。あのだらしなくダダダダダっていかないですもんね全くね。でこういうコーナーってさ外側に力かかってるからこうガーってロールもするだろうし、一応 SUV だし、はい、うん、なんだけどそこで一切りもう一切り応えてくれるっていうのは、うん、やっぱり素性がものすごいいいねこれ。スポーツしてみます。そうスポーツしてみようか。スポーツして加速してみます。 ここになんかスイッチがあるんで押して、押して押します。はい、スポーツなりました。スポーツ、はい、メーターの左端に緑色に、あ、なんか音変わった。すいません笑い声が入ってしまったかもしれない。ブリッピングしてる。ブリッピングしてる。これ、まあ、DAT ということで、はい、それこそ GR ヤリスでご紹介したんですけど、ね、わ、すごい音。すごいいい音だね、これ。パドルもついてるから、ちょっと使ってみよう。あんま車速が高いとちょっと落とさせてはくれないけど、でもこの、もう、ドライブモードに任せておけば、うん、最適なギアをちゃんと選んでくれるね。あ、すごい。しかもさ、これ一応今日雨じゃん。雨ですよ。雨だよね。雨ですよ。で今あの立ち上がりでグッとアクセル踏んで、本当だったらちょっとなんかね乱れるようなシーンだったんだけど。そうですよね。そういうところもなんかちゃんとあれだよ、トラクションをさちゃんと前に向かって発揮してくれ。これはすごいね。これすごいね。懐が深い。なんだろう、こう GR の車みたいに走る、うん、速く走るための、はい、そのスポーツドライビングを求めるというよりは、うん、なんかどちらかというと普段はさ乗り味のいい車をゆったり走らせて、うん、だけどこうちょっとスイッチ入っちゃった時はさ、私みたいになんかさ、こういう時はちゃんとこの応えてくれる。楽しい。走りが優雅なだけじゃないもんね、これね。そう、この過程がいいね。このブレーキ踏んでから姿勢が変わって、この立ち上がりでトラクションを得る。なんだっけ、3周目はこれさ、VSC オフにしろっつったよ。オフにしてみましょうか。雨なんだけど。オフにします。はい、オフにします。長押し。オフになった。なりました。メーターにオフになったのが。オフになりました。はい、表示されました。はい。ほら、立ち上がりトラクションすごいね。ブンブンブン。これあの見た目デュアルマフラーになってったりとか、ね、当然開口部も GR ヤリスと、うん、進化型の GR ヤリスと一緒でサイドのオイルクーラーとかね、あ、そうだよね、に風当てるためのすっごい口が開いてたりとかね。そう、冷却とね、双安性両方に効いてるって言ってたけど、やってましたね。この安定性はやっぱそこから来るの。あと車高自体もさ10ミリちょっと、そう10ミリぐらいだっけ。トレッドも上げて広げてるし、広げてね、ちょっとデザインなんかちょっと後でチェックしたいと思うんですけど、まあ言ってみたらムキムキ系でしたよ。ムキムキ、あ、本当そんなムキムキだった。もういきなり乗っちゃったからさ。そうですよね。なんかよく分かってないんだけど。やばい、楽しくなっちゃう。ほら、ブレーキのフィーリングものすごいいいね。こうバーって一定のあの踏み込み具合で踏んでると、スーって車速がねイメージ通り落ちてくね。ちょっと今ブレーキ強く踏んだら、やっぱブリッピングしっかりして、してそうですね、シフトダウンして、あのエンジンのパワーバンドちゃんと使えるところに持ってってくれる。すごい。アンってこう強くブレーキ踏んでもさ、変にこうノーズダイブもしないし、乱れないですね。そしてね、そうだよね、うん、ちゃんとタイヤが設置していくよね。これ四駆のさ表示ってどれでやんだろうね。まあ、ちょっと時間なさすぎてちゃんと見れてない。ちょっと見れませんでした。はい、いやでもいずれにしてもこの駆動力配分も絶妙にやってんだろうな、これ。ということで4周終わってしまったんで。あ、そっか。じゃあこれでクールダウンして帰るのね。おー、いいじゃない。あ、横向いてる、横向いてる、横向いてる。踏んでますね、踏んでますね。最後クールダウンだった気がするんですけどね。そうだよね。やっぱほら楽しくなっちゃうんだよ。まあそうでしょうね。楽しくなっちゃうんだよ。そうでしょうね。うん、やばい、ちょっと、ちょっと、しかもさ、この車さ、
大式駐車場入るんだよね。入るよ入るよ入るよね。低くなってますから余計入りますよ。余計入りますね。余計入って言い方おかしいけど。かといって地上高はさ、一般的なあのスポーツカーより高いわけでしょ。そうですよ。これいいじゃん、使い勝手いいじゃん。めちゃくちゃいいんじゃない。コンビニ入るのもさ。そうですよね。しかもこれ2ペダルでね。ってことはさ、これ運転支援機能とかもさ、ついてるはずですよ。ついてるよね、きっとね。あの 右手の方についてますよ。あ、ついてるね。ついてる、ついてる。ACC、操舵支援付きだね、これ、うん、ちょっと、いいんじゃない。これキャンプ行けんじゃない。キャンプ行けるよね。あ、では前さ、キャンプ場でさ、GR ヤリスにキャンプ道具積んで来てる男の子たちいたよね。いた、いた。あれより全然積めるよね。そう、どうだろう、わかんない。あ、ということで一発目の試乗 8AT の方からでした。やばい、朝一から湧いちゃったね。まだ8時台なんですよね。そうですよね、朝8時台。いやちょっとなんかニッコニコになっちゃった私。はあ。いやすごい洗練されてるしね。うん、これ一般道乗ってもなんか良さそうだね。ね、当然ね。で今気づいたけど、うん、AWD って書かれててさ、これ50-50って前後のこのトルク配分、うん、これ書かれてるね。 AWD のモード、モードモードがあるんだ。オフにすると何なんだろうね。 GR ヤリスってね、あのダイヤルでコントロールできるじゃないですか。そうですよね。これちょっと何だろう、後で聞いてみましょうか。聞いてみましょうね。そうです ね、 ね。というわけでまずは1台目の試乗終わりました。後ほどマニュアルの方も試乗してみたいと思います。思います。楽しみ、ワクワク。柿崎さん、さ あ、いいね。やっぱりほら見て見て、今日雨でさ、ほら裾がさ普通汚れやすいんだけど、ここちゃんとドアにさ、本当だ本当だ、覆われてんだよ。覆われてます、ね、ちょっと今一回軽く閉めるよ。ちょっと閉めてみます。ほら一番下はちょっと出てるけど、でも一番下出てるけど、この大部分は隠れてますね。閉じてんだよね。これ汚れにくくていいよね。これスカートでもいいじゃないですか。スカートで乗っちゃう？ロングスカートでもいけますよ。ちょっとスカートでいいよね。でもこれからの、これからロングスカートの女性出てきたら、おやおやって。柿崎さん、いいこと言ったね。いや、あのさ、スポーツカーって出かける場所結構選ぶのよ。うん、いや、そうですね。ああいう、まあ、低い車でさ、うん、あの出てくるのもかっこいいんだけど、うんうん、ホテルとか乗りつけてもいいんだけどさ、うんうん、でもなんかこっちだったら、うん、レクサスならではの、うん、このね、洗練されたスタイリング、はい、うん、ラグジュアリー感、うん、これがありながらもさりげなく自分は楽しんできちゃうっていう、ね、そうですよね。このさりげなさ、あれなんであの女性顔ほてってんのかなみたいなね。ここに来るまでちゃんと楽しんできたのかなみたいなね。そうだよね。いいですよね。いや、いいんじゃない。じゃあちょっと見てみて、外観見てみようか。あ、やっぱフロントの表情なんかちょっとやる気だよね。かなり広がってますね。ここ、ね、ここあれですからね、ちゃんと穴開いてますからね。あ、そっか、ね、あ、本当だ、リアルにね。あ、うん、ここで冷やしてるの、ね、そうですね、両サイド開いてる。そうですね、これね、そう、開封してるって言ってた。開いてますね、開いてます、ね、開いてます。こっちが確か AT のオイルクーラーだったかな。あ、そうなんだ、ですね、うんうん、あと見て、結構さ、このタイヤが結構ね、頼もしい。やっぱちょっと出てるから、これつけてるの。そうですね、つけてる、これ多分そうですね。そうですね、そうだよね。そしてこのホイール、はあ、すごいね、かっこいいよね。かっこいいね、なんか幾何学的にも見えるし。そう、うん、あ、ほら、ブレーキローターも、ね、ちょっとスリット入りで、スリット入りですね。ちょっと冷却も考えてるし、これ GR ヤリスでも見たやつですね。あ、そうかもしれない。そうで、これ赤でキャリパーね。でもなんかビスポークで黄色も選べるって言ってましたね。そうなんだって、黄色も用意されてる。まあ、にくいよね、こういう仕様までビスポークわざわざ用意するっていうね。ですよね。ちなみにね、リアのあれ見てください、リアも多分ね、スリット入ってるんですよ。いや、入ってない。あ、リア入ってない、ね、やっぱフロントの負荷がさ、スポーツドライビングって結構大きいから。あー、そ、GR ヤリスはね、リアも入ってたんですよ。あ、そうだったんだ。そうなんですよ。やっぱ車のなんかバランスがあるのかもしれない ね、 やっぱサーキットガンガンっていう感じではないっていうのはこの辺でも見えますね。そう、そう、うん、そうですよね、うんうんうん、どちらかというと日常性プラススポーツドライビングが楽しめるぐらいの立ち位置にあるんだけど、うん、でも実際の開発は、うん、あの下山のね、ニュルを模した、模したあのコースで、あのテストコースとか、うん、あと各地のサーキットで走らせてるしたから、それなりに
性能は担保されてると思うんですけど、いやいや今走った感じはサーキットでも相当楽しそうですよ。そうだよね。この辺もね、くびれがこういい感じできてて、来てますね。なんか黒いさ、ね、加速がここにある、入ってますね、ガニッシュがあるから、うんうん、結構こう目線が低く感じるよね。そうですね、低重心に見える、特にツートンカラーだしね。ちょっと待ってください、シャークフィン、あれ、あ、シャークフィン、あれつけたんだ。そうだよね、これ機械式どうなってるんだろう。え、でもそうだよね、え、でも前高は低いって書いてあったよ、うん、数字的に。そうですよね、うん、ちょっと後で初見見てみましょうね。確かにハイブリッドのモデルは、うん、そうそうそう、シャークフィン運転をなくすことで、シャークフィンをこっちとかあとインパネの一部に、うん、あの機能を移設してシャークフィンを取って1550の機械式にも入るって言ったんだよね。そう、え、どうなっちゃった、どうなっちゃった、ちょっと後で数字ちゃんと見ますね。後で見ましょうね。あ、リアもなんかちょっと黒くてね、うん、ちょっと頼もしい感じもしますね。低いよね、やっぱこうやって見るとね。そして下回りですよね、やっぱ特徴はね。本当だ、ここにも黒い色もあるんだけど、デュアル、デュアル、デュアルですよ、デュアル。マフラーのエキゾーストエンドついてますよ。あ、見て見て柿崎さん、ここエンブレム入ってますよ、ね、森蔵 RR って入ってます。森蔵さん RR はルーキーレーシングですね、うん、はい、これなんか私だったらちょっとチェッカーフラッグ入れてもいいかなと思って。あ、ここにね、そう、ここ、さりげなく、さりげなく、ね、ここにね、そうそうそう、あ、さりげなく、なるほどね、うん、じゃ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 ーん、まあ、内装は例えばこういうとこにステッチがあるとかそういうことですよね。あ、そうだよね、うん、あ、本当だ、赤いステッチ。そうですね、ね、でもステアリングすごい触れた時すごい良かったし、うんうんうん、あとまあ基本的にはね、うん、本当にあのLBX としての洗練された感じ。あ、見て見て、この助手席もさ、あ、これなんかスウェードになってます、ね、そう、あとこのほらドアトリム、これもそうです ね、スウェードに赤いステッチ、うん、これまた上品、仕立てがいいね、仕立てがいいよ ね、 いいね。当然この辺の周りも貼られてるんですよね。本当だ、ここもじゃん、うん、この辺の LBX の上品さはちゃんと受け継がれてる感じがします ね、 でもちろんスマホのワイヤレスチャージとかさ、うん、USB のタイプ C とかさ、うん、こういう実用性はやっぱ今時だし、うんうんうん、当然ね、これいろいろできるわけだよね。そうですよ、ね、接近車両にご注意ください。 あ、お時間のようでした。本当だ、お時間のようでした。あ、時間来ちゃった。まあいいや、とりあえず行こうか、次の、はい、じゃあ次の車行ってみたいと思います、はい、